こんにちは、ソックニッターのまゆみです今日はミトンを編んでいますインターチャでこうハートみたいになるものを編んでいますそんなのを編みながら編み物ラジオをしていきたいと思いますちょっといつもと違うアングルで色々試してみていますえー、とこの間横編み靴下2側面を作ったんですが 最初はちょっとめんどくさかったりこう難しいなーなんて思って編んでたんですけどえと自分なりにあこんな風に編めばいいんだなっていうのがこう分かってきてで最後にメリアスハギというかをするときにこうくっつけるときになんかまた編みたいなーってやっと思えたっていうかなんですよね。なのでなんかこう靴下ってそうなる瞬間があって。 こういろんな新しい技にこう挑戦してもあな何かなんだろうこうある程度以上こう壺みたいなものがあってなんだっけ努力の壺って聞いたことあります人によってその壺の大きさは違うし入れる石の大きさとかもこう違うかもしれないけどなんかある時にふっとそれが満杯になって急にできるようになる逆上がりとかね。<laughs> ガセットヒールとかねねあ、違うかかかかラッタンとなんとをもう一個編めるようになるとかつま先の糸替えをできるようになるとかなんかこうそれがあって横編み靴下も最初は難しいのかな無理なのかな面倒なのかなって思ってたんですけどある時ふっと楽しいなっていう瞬間があってそこからこう また編みたいいなっってて思うっていうのを繰り返してるだけなのでなんか難しい編み方かもしれないけどうんそれが楽しくて靴下を編んでるっていうのもあるしこう皆さんもいつか例えばミニワバりがふっと楽しくなる瞬間とかが訪れると思うのでそれをどうぞ楽しみにいろんな編み方に挑戦してもいいし。 淡々とずーっと編むっていうのも楽しいと思うので私は今までちょっと挑戦しすぎたかななんて思ったこともあったので今度は淡々と編んだりまあやりたいことをやっていきたいなと思いますどうもありがとうございますこの間の編み物ラジオでちょっと挑戦しすぎたかなみたいなのをちょっと トロしてしまったらそんな気持ちを言ってしまったらなんかやりたいことをやればいいんですよって皆さんおっしゃってくださったのでそれを自信としてちょっと変わった見方かもしれないけど自分なりにやっていきたいなと思いますちょっとすいませんドアがドア <laughs> にドアがあるっていうこう趣味って 編み物って好きでやってることじゃないですか。なので、だから自分に課してる課題っていうか、自分が自分に課してる課題だから、なんだろう、苦しくないというか、やっぱりそこも楽しみなんですよね。面倒なことや難しいことも。うん。趣味ってだからそういうところが楽しいですよね。なんか、やらされてるものではないから、なんか、 仕事とか家事みたいにしなきゃいけないっていうものでもないので、うん、例えばこう私最近テニスを久しぶりにまた始めたんですがテニスって本当時々試合があるんですねで試合のために一生懸命練習してで その時の時緊張感がすごい好きなんですよね大人になってからあんなに緊張することってそんなにないじゃないですか仕事でそんなに追い詰められるわけじゃないしなので「ああ私緊張しちゃってるな」っていうのがちょっと面白い笑えてくるというかうこんなに緊張した自分を見れるんだっていうのもあるしでそこで一応サーブが打てるんだとかねそういうのも楽しいし。 なので、趣味って自分で自分に課してることだから。楽しめるのかなって。思いましたね、なので。どういうふうに。自分に課題を与えたら楽しいのかな。まあ、与えなくてもいいと思うんだけど。なんか。そこを、なんか。楽しんでいきたいなと思います。とにかく楽しむためにやっていることなので。 何でもかんでも楽しめる余裕というか気持ちというか作戦というかあ今度これやってみようと今度この毛糸を買って編んでみようとかって思いましたねだから今うんこれをしてみたいけど自分にこのかかと編んでみたいけど自分にできるだろうかなって不安に思ってる人もいつかは編んでれば うん、まあそれはいつ来るかは予測はつかないけどもう来ないかと思ったんですよね私もね。横編み靴下楽しめないままだったらもう編むのやめようかなとかって思ってたんですけどやっぱりあと一足は編みたいなと思ってるしいつかそういう時がふっと「あ編んでみたい」あ「あ楽しかった」って思う時が来ると思うので、うん、それまでやりたいことを課題をそんなにいっぱい決めないで一つ決めて。 うん、このかかとをやってみようみたいな感じでしているといいんじゃないかなって思いましたいつかやってくるのでどうぞその日を楽しみにみ皆さんのペースで編みましょういや私もね試してみてねやれなくてね、えー ボツになった動画なんかいっぱい一応あるんですよ <laughs> そうそうそうあ、何ができなくてやめたかとかっていう話も知っておいたほうがいいですよねこの間コットンヤーンでえっとなんかコットンあブランドプーリングなんか アーガイルの柄をつけた。コーヒースリーブ、コーヒーのカップにつける。カバーみたいなのを作るって言ってたんですけど、それは断念しましたね。やっぱ。なんだろう、新しい形のものを編むのって結構難しいんですよね。私にとってはね。なんだろう、例えば。あの。そ。短い靴下、ショートソックスの、あの、コーンが出る形を。編んでみたいなと思うけど。 いつもなんかそこが理解できなくて理解できないってことは編めないからと思って今躊躇してるのはそういうのですね。でしてみるけど、うん、つま先のここら辺まで編んでみるけどこっからどうやってこう休ませればいいかとかがちょっと分かんなくてでそこで断念するみたいなのとかもありますしそうそうですねそういう。 私自身も悩んでることとかも正直にこう言っていけたらいいなと思いますそう最今日言いたいのはいろんな最近 YouTube 見てて考えさせられたことをちょっと編み物にも照らし合わせて考えたことを言いたいなと思いますえー、と最初はミニマリストの風の民さんで次はあメンタリスト大吾さん ののこととを話したいと思うのでもしご存知の方は「ああの人の話だ」なんて思いながら聞いていただけると嬉しいです。えっ、ー、とミニマリスト風の民さんのラジオをよく聞いてるんですがえっ、ー、と,とを言いますよ <laughs> えっと服を買うのって簡単に理想の自分が手に入るからなんじゃないか。 っていうう話ですそうですすそよね本当は理想の自分を手に入れるのって本当は時間がかかること,、えー、と体型を維持するとかいい姿勢でいるとか、うん、努力するっていうのが本当は大事なのにそうじゃなくてこの素敵な今年流行りのこれを着たら体型もカバーしてくれるし素敵な自分理想の自分で 入れるんじゃないかって想像して買う瞬間が楽しいですよね一番なんかそれを期待してるんじゃないかでお金さえ払えば簡単に手に入るじゃないですかそれってでも簡単に手に入るものって本当の理想の自分じゃないっていう耳が痛い話を聞いていや本当ですそれが当たり前ですそれがその通りなんですなんですが うん、でも本当のことだなと思ってやっぱりそこにから逃げないようにするのが大事ですよね。まあ、できないんだけどでそれを靴下の編むことに関して真面目だよなで照らし合わせた時にえー、と可愛い毛糸をいっぱい手に入れるのもはすごい簡単じゃないですか。でいろんな 針とかなんだろう。道具を揃えるのも楽しいし、うん。それもいいんですよ。それも趣味だからだけど、本当の私が手に入れたいのは、いろんな靴下を自由。自在に編めてる。何だろう？時間がたくさんあって。集中して編める時間がたくさんあるというのが理想の自分で。 例えば皆さんから何かね質問を受けてもこんなの簡単ですよこうすればいいんですよパッて答えれるようなそんな自分を手に入れるにはやっぱりいろんな勉強するしかないし編む時間を作るしかないしってそこに集中すべきだよな簡単に手に入らないものが一番理想の自分だよなちょっと耳が痛いけど なんて思いましたなので簡単に手に入るものは本物ではないということやっぱり編む時間だけがその解決法なんじゃないかなと思います。なので一緒に編む時間をこのね編み物ラジオでも使ってっ使って一緒に編んでいただけたらみんなで理想の自分が手に入るのかなそれれは私だけけかもしれないけど なんて思いましたでなんだろうこれは私の考えを押し付けてるとかじゃなくて皆さんはそこからどう考えるのかなっていうのを聞いてみたいなと思うし、うん、なんかけ結局靴下の話をしてても人生の話だったりなんか通じるものがあるじゃないですか共通するものが。そこが楽しみでちょっと話してみたくて語っております。 そうで生活自分を整えるには食べ過ぎないことっていうのがあっていやそれはそうなんですよで一番のダイエットは運動するよりも食べるのを我慢するん食べ過ぎるのをやめるということなんですよね。でなんか本当にで例えば食べす何を食べ過ぎてるか全部か書いてみて食べてるものでこれがよくないなって思ったらそれの代わりに。 えっと、ポテトチップスの代わりにナッツを家に常備しておくこと家に置くと食べ過ぎちゃうから置かないことそういうのが本当風の民さん当たり前のことをおっしゃってて自分でも当たり前のことを言ってるよなって言ったけどでも当たり前のことをやるのが一番難しいんですよね。なので私も靴下を 当たり前の靴下を当たり前に淡々と編むっていうのも大事だなってそれも見て思いました。なんだろう靴下から人生を考えたりすることもあるんだななんて思います。ではここからメンタリストダイゴさんのお話です。 なんか最近の質疑応答の YouTube の課題が課題っていうかこの間ドキッとしたのはねえっと「気にしなくてもいいことを気にすると不幸になる」っていう話で私もこう愚痴ったりするけどで編む前にこれうまくいくのかなこれ色合ってるのかなって この毛糸も赤と緑合ってんのかな？とかって思ったけど、まあ、編んでみたらこのボコボコも可愛いなって私は思ってるし。でもそれを決めるのはね。あのオーダーされた方だと思うし、こっちはすごい綺麗なんですよ。じゃーん、じゃん、インターじゃです。ここの中がこんな風になっています。これの動画はもしかしたら作らないと。うん。編み方の動画は作らないかもしれないので。 う編み物ラジオで編むだけかもしれませんそれもね自分がやりたいと思ったらすると思うのでわがままな感じがするけど <laughs> そうあの気にしなくてもいいことが気になってる時ってうん本当例えば周りとかさ不安とか将来のこと過去にしてしまった失敗とかがすごい気になってる時って 本当に立ち向かなきゃいけない自分の課題みたいなのに立ち向かってないからじゃないかという話をしててされててああその通りって思ったんですよねなんか。も 周りの人がこれしてないなとかって気になるんですよね年取ると見えてきちゃって自分の仕事以外の余裕が出てそれが気になってたんですけどそうじゃなくって本当は自分の仕事にだけ集中してればそんなの気にならないし気になっても何もできることじゃない じゃないですかなんか前ちらっと言ったと思うんですけど「影響の輪」って言って自分がこう影響できる範囲って決まってて自分がどうにもできないことは気にしない、うん、自分ができることに集中するそれが何だろう、えー、っと日本のこう歯車の一つとして働いている貢献してるってことだしって思ったので。 靴下を編んでる時もねこれがどうだろうかああだろうかって気にするよりも一目でも多く黙って編むそうしようかなーって思いましたいやその通りでしょうねで逆になんかこう気になってる時周りとかなんか不安があったりとかする時ってあ自分が疲れてるんだなって気が付こうかなーって思いました。 ま、疲れてる時は休めばいいし、ね、ちょっとこう編み物をできない時に限ってすごいしたくなったりもしますもんねなのでしたくなるまで自分を待つとかね今日は動画撮らないことにしようかなとかさ今日は糸巻きだけにしようとかすると次編みたい編みたいってなるのでそう。 いろいろあっちゃこっちゃ飛んでるかな、まあでも皆さんなら。皆さんなりに噛み砕いてくださることを楽しみにしております。そう、それに関連して。えっ、ー、と。大吾さんの。あと二つ言いますね。隣にいる人がいつも笑っていること、それが幸せというだそうです。 これを見たときに思い浮かべたのは皆さんのことです。ちょっと恥ずかしいな <laughs>。見てくださっている方が隣にこういると仮定して、皆さんが笑顔になることをが幸せなので、そこを考えていこうかなと思って、その人たちを、 笑顔にできるように幸せにできるようにそして私が笑顔だってことは皆さんが今隣にいるわけですからと思っているので、うん、私は幸せですそ <laughs> そそうそうそうなんかこれが心理を得てるなと思ってでもう一つえっ、ー、と。愚かな人を 近くにに置かなないと幸せになるみたいな話もあってあちゃんとした名前を忘れてしまいました、うん、あのちょっとこういると不幸になる人っていますよねでいるとほらこの前のサンタクロースを洗濯物って聞き直した天然の人みたいに近くにいると幸せになるみたいな人いますよね。まあ 愚かではあるかもしれないけどなんかそういう天然ボケはおろ愚かとは言わないですよねなんかこう、うん、いて近くにいてこう幸せじゃない人ハッピーパーソンって言うんですけど近くにいて幸せな人をハッピーパーソンじゃない人を近くに置くと自分もねなんか不幸になるから環境を変えたりなんだろう私は近くにいても 壁があるるとと仮定すす。ことにしています大きな壁なんか不機嫌だったりするんですよね家族が不機嫌だったりしたらもう見えない大きな壁があると思って怒ってたらその壁で怒って何か言ってたら壁でこうバーンって反射されて本人に返っていくと思って私の耳は右からこう入って左から通るみたいな。 関係ない私にはその不機嫌は関係ないって思うようにしててあとなんだっけ自分の上司が残念な上司だったら隣の会社の上司だって思うことにすればいいみたいなことをいつか誰かに言ったら「あそれいいね」ってうちの旦那が本当の旦那じゃなくて隣の家の旦那だって思うことにしようみたいな話してて面白いなと思ったんですけど。 あの隣にいても物理的に、ね、近くにいてもちょっとあまりいて、うん、幸せに感じないなーって笑顔にはなれないなーって思ったらちょっと距離があると仮定するああ隣の会社の上司だからなー関係ないもんなーとか。 うん、この怒ってる人隣の家の家族だからな仕方がないよねって一旦思ってみるだけでもいいのかなと。で逆にえっと皆さんがこうやって今誰かは何か編み物をしながら聞いてくださってると思うんですけどその方たちが隣にいて楽しく編んでるんだなって。 うん、そ,そういう時間をやっぱり増やしていきたいなーって思いましたいや妄想かもしれないけどねでもうん一緒にいるって思って編んでみたいなと思いますおー終わりそう待って今、まあ、しゃべってたらどっちがどっちか分かんなくなったけどお赤を始末しながら終わろうかな なので皆さんの隣にいて幸せだと思えるような皆さんを笑顔にしていけるようにすれば私も幸せだし聞いてくださる皆さんも幸せかなと思っているのでうん隣にいる人を今隣にいる人隣にいると思っている人心理的にも物理的じゃなくてを幸せにあ笑,笑えるようにほんとねあの 隣の人の人笑顔を考えていくだけでいいんだってあんまりこう大きいこと考えないで人にどう思われてるかとかを気にしないで、うん、生きていけたらすごい楽だなーってメンタリスト大吾さんいいこと言うなって思いましたわっすっごいカエル泣いてるんですよね最近朝雨が降って昼くらいには晴れてくるので。 今日はそんなユーチューバーの方々のから言葉から考えた話をいろいろしてみましたちょっと編み物には関係ないかもしれないけど全部こう編み物に照らし合わせて話してみましたということで今日もここら辺で編み物ラジオ終わりにしたいと思います全部緑になりますということで 今日も最後まで聞いてください。どうもありがとうございました。また明日の朝6時にお会いしましょう。